ハシボソミズナギドは、ミズナギド目メミズナギドに分類される鳥類の一種。最も長距離の渡りをする鳥の一つとして知られ、一年のうちに累計距離にして約3万2千キロメートルを移動する。オーストラリア南東部からタスマニアの近郊の島々で繁殖する。非繁殖期は北上して赤道を越え、日本近海ではほぼ周年観察されるが、陶器は少ない。 5から8月頃に、親鳥や若鳥が大群をなして現れ、5から6月には、太平洋岸に北上する若い個体が多く見られる。大群は魚やイカ、オキアミなどを探して、洋上を移動し、中には、ベーリング海を越えた、北極海まで渡る群れもある。繁殖しない若鳥は、通年日本近海で見ることができるが、繁殖を控えた親鳥は北アメリカ沿岸を南下した後、あと、 太平洋を横切って繁殖地へ戻る。その渡りのルートをたどると約3万2000キロメートルとなり、太平洋の北西半分に頭の大きな8の字が描ける。餌の発生に合わせての北半球と南半球にまたがる渡りはカモメ科の極アジサシとともに鳥類で最大のスケールである。なお、鳥類で最長は飛翔動物で最長と、 実質的同義である。全長は4 2トルで、翼海長は9 7トルになり、アホードリを半分以下に小さくしたような体型をしている。体重は480から8 0 0ム。私有動色で、体色はほぼ全身黒か死色だが、体の仮面はやや灰色がかっている。翼の仮面は、光線の具合によって、灰色や、開白色に見える。 くちばしは黒か色で、他の水なき鳥と比べると短く細めであり、これが和妙の由来である。足は黒か色。非繁殖期は海洋に生息する。早い羽ばたきと滑翔を交互にして、海面域区区を飛翔し、魚類やイカなど餌の群れを見つけるとたくさん集まり、海面下に潜って再食する。海面からの飛翔時には羽ばたきながら滑走する。繁殖地は、 タスマニアやバス海峡、オーストラリア南東部に散在する小島に、毎年9から10月頃同じオスとメスが飛来し、1から2メートルの巣穴に草を少し敷いて、11月下旬に1個を散乱する。卵は7.2から7.3センチメートル、4.4から4.7センチメートルで、白色無反放卵期間はおよそ50日。ヒナが孵化すると、 親鳥はヒナに置き網を与えるためオーストラリアの南の海へ連日祭事に出ていくようになる。巣穴の中で餌を多量に与えられたヒナは声太って、親鳥の体格を上回る。ヒナが十分に大きくなると、親鳥は体力のついたヒナを置き去りにして、北半球への長い渡りに出発する。残ったヒナは体と胃に蓄えた脂肪分で生き延びて成長し、 大人の羽に関した後に巣穴を出て、親鳥の後を追う。オーストラリアでは巣穴に置き去りにされた、時期のヒナをマトンバードと呼び、食用の他脂肪を精油して製剤にも使用していた。ただし、捕獲数は制限され、繁殖地はどこも厳重に保護されている。ありがとうございます。